砂田橋駅は愛知県名古屋市東区にある名古屋市営地下鉄名城線名古屋ガ道ドイバスガ道ドイバスしだみ線の駅である砂田橋という駅名は現在の砂田橋交差点付近にあった橋の名前に由来する橋のかかっていた広行川は名古屋市道広行線の拡幅整備とともに道路下の暗挙となったため砂田橋という名の橋は現存しない駅は 九大栽培川河道に北側で隣接する。その後、昭和50年代に住居表示の実施により、旧東区大栽培町の東半分を中心とした地域に砂田橋という町名を新設したことから、現在でも町名としては残っている。駅近隣には学校などの教育施設が数多く存在するため、当駅付近の学校に通学する生徒が、 当駅を利用することが多く17時頃はホームが学生で埋め尽くされている。名城線本山、矢ごと方面というトリートライン、小幡緑地方面を行き来する場合、当駅で乗り換えとなる。また、大曽根栄方面というトリートライン、小幡緑地方面を行き来する場合でも区間によっては、当駅での乗り換えが最も安くなる。名城線大根からの東方への区間は、 当初、大曽根駅から新玉橋駅までの区間の一部として、名古屋大学駅まで一気に開通させる予定であった。しかし、名古屋ドームが1997年に開業することが決まると、それに合わせて、大曽根駅、砂田橋駅間を先行開通させることになった。開業当時は、1番線で折り返し運転を行い、2番線は折り返し回送電車となる。 終着列車の校舎専用ホームとしてのみ使われていた。また、当時、現在の2番出口はなく、ユトリートライン開業後しばらくは、地下鉄からユトリートラインへの乗り換えは、1番出口から地上を経由する必要があった。その後、2番出口の完成により、地下鉄駅コンコースからユトリートライン、小畑緑地域ホームに直結するエレベーターも整備され、利便性が増した。 相対式2面2線のホームを持つ地下駅。駅番号は M14。当駅は名城線南部駅、ストム区名古屋大学管区駅より名城線運転区に移管された。2003年の名古屋大学延伸、2004年の名城線環状化後も名古屋ドーム前、八田川に両渡り線が残っている。乗り場1.3番出口はそれぞれ愛知。 教育大学付属名古屋中学校、名古屋中学校、高等学校の敷地を一部削る形で設置されている。相対式2面2000ホームを持つ高架駅。駅員は配置されていない。駅番号は Y03。北出口、南出口ともホームから地上までのエレベーターが設置され、バリアフリー化が図られている。また、 上り2番ホームに設置されているエスカレーターは、大曽根駅を除く、中間駅においては唯一下り専用となっている。駅舎2階にトイレが設置されている。乗りは、地下鉄名古屋大学開通前は、多数の系統が、数多く運転されていたため、駅方向に広い面積のバスの展開場があった。現在はその面積が半減したものの展開場、そのものは残っている。 乗車人員は年度別乗車人員をその年度の歴日で除したの。ありがとうございます。